盛岡南高校。まず最初に飛ぶのは松本真凛、甲南大学。日本選手権女子走り幅跳びのトップ8です。3回目までの最高記録とともに試技順にご紹介いたします。畑くるみ、小林明、釣本遥熱田心、斉藤遥、近藤勇、宮本里乃、そして現在トップ竹内真也、6m29でトップです。日本選手権女子走り高跳び決勝、幅跳びのトップ8をご紹介の中で、その手の鏡に君の横顔が微かに映り込んで、その
U20 女子走り幅跳び決勝、現在5回目に入っております。先ほど佐藤奈良、大分、大太小雪、盛岡南高校、眩しすぎてもこの想いだけは負けはしない。